皆さんこんにちは。フォーサイト中小企業診断士講座講師の小島と申します。今回、こちらの YouTube チャンネルでは、現在、試験の受験を検討されている方や、現在、試験の学習を進めていらっしゃる方向けに、資格のあり方や学習の進め方について説明していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、一つ目ですね。はい。中小企業診断士の概要登録までの過程ということで、まず、すべての方が通過しないといけない内容として、一次試験の合格。これは必須になります。ただですね、その後ルートが2つに分かれまして、二次試験を通過していくルートと、養成課程ですね。こちらの養成課程を通過していくルートに大きく分かれます。多くの人は、二次試験に合格していくというルートを経るんですが、一部の方が養成課程を選んでいきます。では、こちら養成課程とは何かというと、一言で言うと大学院のようなものですね。で、こちらですね、ただなかなか高額なところもあるので、多くの人が選ぶものではないんですけども、ただ一部の人には選ばれているのが養成課程となっています。では、なぜ養成課程が選ばれていくのかというところなんですけども、一つは、二次試験の難しさというものがあります。二次試験は一次試験と違って完全記述なんですね。しかもですね、答えが発表されていないんです。なので、どのような答案を作ればいいのかというところが発表されてないんですね。なので、雲をつかむような試験と言われているところもあります。もう一つは、二次試験の受験資格なんですが、一次試験に合格して後に2回しかないんです。一つは、その年ですね。で、もう一回は、その次の年。逆に言うと、この2回で合格できなかったら、また一次試験を受け直していかないといけなくなるわけですね。そうすると、いつになったら中小企業診断士になれるのかっていうところが、わからないっていうところがあるわけですね。そうすると、上のルートってちょっと時間をかかってしまうリスクがあるので、早く中小企業診断士になって、特に独立したいという気持ちを持っていらっしゃる方に関しては、確実になろうということで、養成課程を選んでいくと。もう一つ、養成課程を選ぶ理由としては、養成課程って、そういうふうに独立したいっていう強い意志を持っている方が行かれることが多いので、そこで学んだ期間、知り合った人に対して人脈を築くことによって、その後独立した後にその人脈を役立てることができるという面もあるわけです。ただですね、ちょっと高額なところもあるので、基本的にはですね、二次試験を通過していくわけですね。で、今申し上げたような、ちょっと難関ではあるんですが、この難関の二次試験を通過すると、ただですね、この後すぐになれないんですね。二次試験って紙ベースの、試験なんですが、この二次試験というものの中に、口述試験というものも存在します。口述試験は、こちら合格率 99% の試験なんですが、実際にですね、面接官2人、いるんですけども、この2人の面接官に対してですね、ちょっと聞かれたものを答えていくということもしないといけません。で、それをすることによって、それで合格することによってですね、二次試験を突破ということになるわけです。ただ、これですぐに登録というわけではなくて、その後さらに、実務従事に15日以上従事しないといけないというところがあるわけです。では、実務従事って何かというと、これは、企業の経営のコンサルティングですね。に15日間携わるということになるわけです。ただですね、これって、コンサルティング会社の人とかであれば、日常的に携わる内容になっていますが、一般的な方ってなかなかそういった機会を得ることができないので、そういった人に対してですね、こちらの登録実務補修機関が、実務補修というものを実施しています。登録実務補修機関って、都道府県に中小企業診断協会というものがあるんですが、そこが実施しています。で、実務補修というものがありまして、これは二次試験に合格すると案内が来るんですね。で、その案内に申し込むと、実際に申し込んだ人の中でチームを組んでいって、実際に経営者相手にコンサルティング業務に携わるということを行っていきます。で、最終的に15日の実務従事と同等とみなされるわけですね。で、そこまで要件を揃えて初めて、登録となるわけですね。ただ、やっぱりですね、いろいろある中で、やっぱ一次試験をどうやって突破するかとか、二次試験、これどうやって突破するのか、というところが、やはり多くの人がつまずいてしまう壁ですし、逆にここさえ突破できれば、そこから先は何とかなると言えると思います。